のは絶対ついて回るもんだと思うんですよね。放送席、そして放送席、そして楽天ファンの皆さん、今シーズン初勝利を挙げました岸投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。最後松井投手がゼロに抑えた瞬間、どんな風に見てらっしゃいましたか？いや、ほっとしましたね。もうこれ以上というか連敗はしたくなかったんで、チームが勝ってほっとしました。今日は長打力があるオリックス打線に対してどんな意識でマウンドに登ったんでしょうか？いや、もうとりあえずチームが勝てれば何でもよかったので、まあそんな中先制点取ってもらって、まあそれを守って、まあ6回ですけど投げることができてよかったです。1回から3回まではパーフェクトでしたけれども、理想的な立ち上がりだったんでしょうか？はい、まあ初回から全力でいきました。そして試合中盤ではランナーを背負いながらも4回の1失点に抑えました。あのあたりというのはどんなお気持ちで投げていたんでしょうか？タイムリーはホームランじゃなくてよかったなっていう球だったので、まあなんとか1点で収まってよかったなと思います。あの試合後のコメントで疲れたという言葉もありましたが、それだけ気を使いながらの投球だったんですね。はい。そしてあの5回6回のピンチでは最後あのストレートで詰まらせて、そして三振も取りましたけども、あのあたりのストレートのこだわりというのはどうだったんでしょうか？いや、あの島のサインを信じて、まあ、島のミットめがけて思いっきり投げました。そして今日は無四球でしたね。これについてはどうでしょう？まあ、すごく良かったと思います。はい。さあ、そしてこれでチームの連敗も止めまして、岸選手にとっても初勝利になりました。この後のシーズンどんなピッチングをしていきたいですか？まあ、あのチームが勝てるようなピッチングを毎回できるようにね、頑張りたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。勝ちました岸投手でした。という、まあ、冷静に淡々と、まあ、答えてくれた岸ですが、まあ、今シーズン初勝利を手にしました。まあ、6回で118球ということだったんですが、まあ、1失点に抑えて、まあ、勝投手手にしたわけですね。まあ、ただインタビューを聞いているとなんかまだまだこういけるかなというそんな雰囲気もあったんですが、まあ、3回まではパーフェクト、まあ、4回に1点だけ、まあ、ホームランにならなくてよかったという話もありましたが、まあ、でもやっぱりこの1勝というのは岸にとっては今シーズン初勝利になりますから、やっぱり山崎さん大きな1勝ですよね。やっぱりね、こういいピッチングしても